構いい感じに汚れてるね。うわ、はい、あきらです。今日はこのアプリや RX125 のメンテナンスですね。今回はね、これのエアクリーナーを交換しようかと。一応走行6000キロなんでね、そろそろやっといた方がいいかなというとこなんだけども、これね、なかなかエアクリーナーね、通販で買おうと思っても売ってないんだよね。まあ純正部品を取り寄せるしかないのかなと思ってるんだけども、それだとね、いくらするか分かんないんで、まあ、この際だからね、エアクリーナーを、まあ、スポンジで自作しようと。いわゆるこれはね、あの紙の乾式タイプのエアクリーナーなんだけども、まあ、モトクロッサーとかでよくある、スポンジにオイルを浸したタイプのやつに変えちゃおうということで、ちょっとやってみましょう。とりあえずね、蓋だね。これこっからエアを吸ってんだね。オイル溜まってるわ、やっぱ。中にオイル溜まってます。これね、どっか、あ、ここだ。これここにドレンがあるんだよな。ここから抜くんだね、これね。で、持ってね、この紙をこのスポンジに置き換えるんだね。これ幸い裏側に金網がついてるんでね、この紙を剥がしてその上にこのスポンジを乗っけて締めればいいんだけど、こんなうまくいくかな。取れたかな。こうやっといて、これを締めればいい感じにいくはずなんだけどね。よいしょ、こうやっといて蓋にしちゃえばいいんだね。ぴったりあんまり奥を押し込めちゃうとあれだからね。この合わせ目から漏れないようにこっちにも、
してんだ。このぐらいでいいかな。これでできたんでね、エンジンかけてみましょうか。とりあえずこれで乗ってみましょう。大丈夫かなこれでな。まあこれちょっと一遍走ってみて調子見てみましょう、これねエアクリ交換してちょっと走ってるんだけども、なんか気持ち吹き上がりが軽くなったような気がしないでもないから、まあ少なくとも抵抗にはなってないんだろうね。ああいうね、市販のエアクリ用のスポンジってね、見るからにスカスカなんだよね、あれね。普通メーカー純正で湿式のエアクリのスポンジってね、もっと目が詰まっててね、結構ずっしりしたやつなんだけども、メーカー純正の湿式のやつに比べればね、えらい面積小さいんでね、まああのぐらいスカスカじゃないとダメなんだろうな、きっとな。あの面積でエアクリーナーにするにはね、まあ少なくとも抵抗になってないんだろうからね、汚れたエアクリーナーよりはね、なんか気持ちよく走れる感じだね。マイクレブリミットまで、まあ、息につけてくれるから、まあこれスポンジもねまだいっぱいあるから、5000キロごとぐらいに特化しちゃえばいいんだね。まあということで、まあエアクリーナーのスポンジ交換でした。これでも面積小さいからすぐ悪路とか走るとね、やっぱねすぐ詰まっちゃいそうだねこれね。だからまあ5000キロごとに交換しましょう。ということで今回は以上です。ご視聴ありがとうございます。